人生書き色のエンジョイゲームタイム。はいどうも、人生書き色です。俺たちとセガサターンと40代プレイとですね、今回プレイするソフトはお嬢様エクスプレスになります。よろしくお願いいたします。それでは早速やっていきましょう。ゲームスタート。このゲームはですね、1998年7月に、メディアバックスから発売されました、アドベンチャーゲームになります。名前の通りね、お嬢様と仲良くなっていくわけなんですけども、このゲームが面白いのはですね、主人公は基本的にこう旅をしているわけなんですけども、この列車でいろいろ乗り継ぎながら乗ってくる子たちと仲良くなっていくっていうところなんですよね。むちゃくちゃでしょこれ。考えたら。ちなみにこのゲームは自体は、もともと電撃の方でですね、いろいろ、電撃 GS マガジンか。で、企画されたものでしてね。だからいろいろ小説とかね、他の CD ドラマとかにメディアミックスされた、作品らしいです。このゲーム多分ね、発売当時に買ってないんですよね。なんかしばらく経ってから中古で買ったような気がするんですけどね。失礼いたします。お、社長さんだ。社長さんも女性なの？あ、すごい。すげえ美人じゃん。仲良くなりてー。ありがとうございました。私、当特急ベガの車掌を務めさせていただきます。ミア・レイと申します。へぇ。ご用の際は気軽にお申し付け。もうちょっと付き合いたいな。では、良い旅をお楽しみください。確かね、いろんな駅に着くときに駅から乗ってきたりとか、あとね、駅から降りるヒロインの子もいるんでね。だから結構、うまく仲良くなってないと、どんどんいなくなっちゃうっていう。確かそんな感じだと思います。うん。何人ぐらいいたかな？覚えてないですけど、結構多かったような。10人近くいたような気がするな、ヒロイン。出た。ときめも方式。こういうアイコン。全然覚えてないな。8月、だから夏休みを利用してって感じなんですかね。しかし、どこまで行くんだ、これ。車両移動、しばらく待つ。待っててもなんかあんのかな？これ電話？けど、あ、懐かしい！懐かしい携帯電話の感じ。さすが1998年。コンフィグとかあんだ。あ、なるほどね。今から俺が説明する。耳の穴かっぽじってこんな説明あんの？いらないです。びっくりしたなぁ。シェフいるんだ。ここ何があるんだろう。これは何？マップか。ガイド。マップ。おぉ！じゃあ、旭川から鹿児島まで行くってこと？あー、そういうことなんですね。すごいな。この旅行すごいっすね。こんな列車と一回乗ってみたいわ。これ1ヶ月で多分行くんでしょうね、おそらく。ここまで。ガイドってなんだろう。そのあれかな。北海道とかの。まあ、ないか。とりあえずちょっと移動しましょうか。移動しよう。あ、しかもすげえいろいろある。じゃあ展望車から行ってみよう。多分こうやって行ったら出会うんでしょうね、おそらく。誰もいない。あ、けど多分この時間帯とかにもよるんでしょうね。じゃあ娯楽室で出会わねえし。コインゲームをする。店員さんいるんだ。遊んで行かれますか？遊びます。ではごゆっくり。これミニゲームなのかな。おお、スロット、シューティング、ブラックジャックある。あー、けどやめとこう。これ時間かかりそう。これやったらこうなる。楽しそうだけど、やったらもうこんなの時間費やして本部を見失っちゃう。呼び込み長いな。ご利用あ
ありがとうございました。白い恋人なのかな、あれ。全移動しよう。とりあえずまあ客車行きましょうか。動力室とかも行けんだな、すごいな。だから出会わないとやっぱり面白くないですからね。お、やった。泣いてるし、いきなりかよ。こういう子を慰めるって仲良くなるっていうのは上等してたんですよね。なんか見た目と感じと声が違う。無理か、無理か。話進まねえ。すげえ出会いだな。ちょっと普通の出会いをしたいんですけど。じゃあ次のとこ行きましょうか。客車2に行きましょう。3つあるから1人ずつぐらい会えそうだけどな。いないし。3。あ、さっきの子。なぜ出会う、そこで。これハンカチ、ありがとう。絵を描いてる子なのかな。そんなことないです。ええ、出た。でもしかし客乗ってねえな。せめて客欲しかったですよね。全然人乗ってやつもんね、これ。なんで君は一人乗ってんの。じゃあはい、なんでだよ。思うんですけど、なんでわざわざ稚内から出るんでしょうね。出るのに稚内まで行くの大変だよな。だってこれ乗り始めんの。ええ、主人公は北海道出身なのかな。今思うとこう、やっぱこういうの乗ってみたいですよね、本当に。私、桜井です。桜井真美と言います。やっぱり絵を描くのか。はい。おう、そうなんだ。しかし、この子たち立って喋ってんのすごいな。絶対酔うと思うけどな、この状態で立って話してたら。これを見せてもらえるように仲良くなりたいな。東京です。じゃあ東京までに仲良くなるとダメだね。こちらこそよろしくお願いします。それじゃあ今だったらもっとこう、なんだろうな、高い声のキャラクターの声優さんがいそうですけどね。もうちょっと行きましょうか。じゃあキャッシャ4、もう一人が出会いたいな。出た、ぶつかるやつ。ごめん、元気こけだ。男の子だから大丈夫だよね。出た出た出た。そういうの、そういうキャラ。
やっぱ男の子は心が広くなきゃね。で、美男子くん、お名前は？美男子なのこいつ。そうなのか。私は山口聖奈。聖奈って呼んでくれていいよ。いきなり？とりあえず松本までは乗車してるから見かけたら声かけてよ。松本か。一応ねパッケージ見ると多分この子がメイン、一番メインっぽいですよね。じゃパッケージ出てるで言うと、でも今言ったようにね、やっぱりみんな目的地が別なんで、そのところでちゃんとこうアプローチしとかないと降りちゃうんですよね。多分仲良くなるとそれが伸びるのかエンディングになるのか、僕その辺と知らないですけどね。ちょっと面白いから一回努力説見よう。努力説なんかこういうところにいる。あ、こんにちは。やたら合うな。彼女が落ちてた財布を届けてくれたんです。そうなの。中身を見てみたら20万円も入ってた。嘘、マジで。すごい。桜井さん拾ってすぐ届けてくれたんです。今の時珍しく正直な人ですよね。そうだね。あ、私だってどうしたらいいんだろうって考えましたよ。うん、さてこれから持ち主に届けましょう。これは入ってんじゃないの、身分証大体。名刺が入っていますから。やっぱり桜井さんも一緒に来てくれますか。え、私もですか。そりゃそうでしょう。申し訳ないですけど。はい、わかりました。じゃあまた。こういうイベントやっぱり多分重ねて、今のでけど好感度上がったのかな、よくわかんないですけどね。多分こういうのイベントがいろいろあるでしょうね。うん、はい、ということで今回はここまでになります。皆様お疲れ様でした。ありがとうございました。お嬢様エクスプレスいかがだったでしょうか。まあ、ほんとね触りの部分だけしかプレイしませんけどもね。いやちょっとやっぱり一応ねそこそこプレイはしたって懐かしかったですね。まあけど最後までエンディングは見たことないんでね、またこれは個人的に一回プレイしてちゃんと皆さんどれかのヒロインのエンディングまでたどり着きたいと思います。またね、セガサタンソードに関しましても様々なタイトルをプレイしながら思い出を語ったり率直な感想を述べたりしますので、よろしければコメント等いただけますと嬉しいです。コメントが苦手な方はグッドボタン、高評価を押していただけますと活動の励みになりますので、チャンネル登録なんかも合わせてよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。お疲れ様でした。ありがとうございました。このチャンネルではコメントや高評価、チャンネル登録など首を長くしてお待ち申し上げております。